カラカミホテルズリゾアッツ株式会社は、北海道の上山系温泉や東野湖温泉、阿寒湖温泉のほか、仙台の秋保温泉、和歌山の南紀白浜温泉などで、カラカミ観光チェーンの温泉観光ホテルを展開する、ほか、首都圏と大阪南港にて、ビジネスホテル事業、北海道口でスポーツクラブ及びレストランを全国で行う企業。キャッチコピーはいつも、 真心から神設立は1953年。当時、本社は札幌市南区の定山系温泉に置かれた。なお、社名は創業者の名字、東上に由来する。なお、創業者の4、男が立ち上げた、9、からかリゾートとは別会社である。同じイブリ館内に本社を置く、野口観光株式会社と同様に、北海道地方に根ざした。 営業活動に取り組んでいる。なお、本州への進出は、からかみ観光が積極的である。特に北海道では、主要温泉地である、上山系温泉、東屋湖温泉、阿寒湖温泉に3つのホテルを展開しており、上山系、ビューホテルを筆頭に、東屋サンパレスリゾート&、スパ、ニュー、阿寒ホテルの大型観光ホテルを有している。 道外で展開しているホテルはすべて買収したものである。買収後は客単価を下げ、食事をバイキング形式にしたりお紙を廃止するなど、思い切った経営戦略を立てて経営を再生させている。現在、秋保温泉、南紀白浜温泉に温泉ホテルを有し、関東に研修型ホテル、ビジネスホテルを有しているほか、関西にも研修型ホテルを有する。 また、北海道では民放各局でスポット CM が集中的に放送されており、特にテレビ北海道では昼間など時間帯によってはスポット枠で三本に一本ごとに CM が放送されることも見られるなど他局より放送頻度が高い。また、同じ系列のテレビ大阪や独立有局のテレビ和歌山では和歌山県下の系列ホテルに店舗のスポット CM が よく流れている。和歌山県白浜町のホテル小金井と白浜シーサイドホテルは白浜温泉を代表するホテルであったが建物の老朽化により2016年3月末で閉館しホテル小金井のブランドは同社が経営する小金井米ホテルが継承しホテル小金井リゾートスパとしてリニューアルされた。2020年8月1日付で 旧社名の唐紙観光から唐紙ホテルズリゾアッツへ変更するとともに本社所在地も今までの札幌市南区上山系温泉東2丁目111のにより新本社移転した。ありがとうございます。